はい、おはようございます。はい、今回は2019年2月に、銚子方面に1泊2日で旅行に行った時の動画をお送りしたいと思います。最近やっぱりコロナウイルスの影響で外に出れないもので、写真で昔撮った写真で頑張っていこうと思います。こちらは犬吠埼灯台の近くのお寺で、偶然通りかかったんですが、本当に綺麗で、大きくて立派なお寺でした。で、こちらがお魚料理をメインとした一山いけすさんです。本当に有名なお店なので、よくご存知の方もいらっしゃると思いますが、芸能人の方もよくいらっしゃってるみたいですね。12時頃のランチはやっぱりすごい混んでいるので、僕は夕方の空いている時間にいつも行って食べてます。で、お店の中にも大きいケースがあって、たくさんお魚がいるので、それを見ながら食事するのも本当楽しいですね。それで窓側の席は太平洋を一望できて、本当景色が最高ですね。おすすめはこの金目鯛の煮付けは本当美味しいです。人気メニューの一つで、毎週ランチに来られるご夫婦もいらっしゃいますね。刺し盛りもこの豪華さです。本当感動しました。ぜひ機会がありましたら行ってみてください。で、こちらが宿泊した太陽の里になります。本当この旅館も景色が良くて、犬吠埼灯台もよく見えました。屋上のラウンジの夜景も最高ですね。予約するとバーベキューもできるみたいですよ。やったりできるな。
ね。で別に泊まらなくてもいいんだよ。だから今日みたいにさ、あそこで日帰りでご飯11時頃もう早めに11時からやってから11時でさ、パーッと食べて、で、すぐこっち来てもうあれ見てさ、見てればいいじゃん。で、11時まで目いっぱいまで、ね、寝るかなんか休んで帰れば。あと帰りに犬吠埼灯台で少し遊んで帰りました。料金は払いますが、上まで登れますね。眺めは最高です。で今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。